先ほど発表されましたアメリカ8月の CPI についてですが、まず要点を押さえさせていただきましょう。消費者物価指数8月の数値、こちらが前月比、市場予想マイナス 0.1% に対して、プラスの 0.1% で、前年同月比、こちらがプラス 8.1% の予想に対してプラス 8.3%。 続きましてコアですね、変動の激しいエネルギー等を除いたものというのが、前月比でプラス 0.3% の予想に対してプラス 0.6% で、最後にコアの前年同月比、こちらがプラス 6.1% の予想に対してプラス 6.3% という結果になりました。前月比前年比ともに 0.2 ポイント以上市場予想上回るということで、アメリカにおけるインフレに対する警戒感、こちらが一段と増したという結果です。これを受けて、マーケットの反応、為替相場におきましては、ドル円が急激に跳ね上がるということが起きています。水準としては発表直前の時に142円やや下回った水準、この発表直後にですね、一旦下に触れたようにも見えたわけですが、もう間もなくして、もうこの動きというのは何かの誤差でしょう。跳ね上がった先というのがもう一気に1円近く跳ね上がり、もう間もなくして143円台、もうそこからも特段の押し目もなく上げ幅を伸ばしていくという形で144円に到達、その後も揉み合うといったタイミングがあったわけですが、この時にですね、アメリカの米国債の利回り2年債10年債とも跳ね上がってたんですが、一旦そこで、上げ幅をですねちょっと縮めるような場面がありました。そこを睨みながらだと思われますが、ドル円も一旦横ばいで揉み合う、でその後のところからは米国債の利回りの部分というよりもこの水準の絶対的な強さというところが材料視されたようで、ドル円は144円台半ばまで上昇という展開になっております。こういった形でですね、今回の CPI を受けてマーケットが大きく反応した、特にドル円、それから一方でユーロドルは逆にドル買いユーロ売りが進行したわけですが、この布石になってたとも言えるのが1ヶ月前の CPI にあったと思います。反応が大きかっただけにですね、今回こういった形で動いたわけですけれども、フェドがですね実際に注目している数値、こちらインフレという一言で言うと一言なんですが、 CPI、それから PCE、 具体的には PC デフレーター、こちらをですねフェドが実際には参照しているというものになります。先ほど発表されました CPI の数値、こちらを早速反映したグラフをご覧いただいております。この太い線ですね、 CPI コア、こちらが今回大きく跳ね上がっているというところ、やっぱりマーケットに対する影響大きかったんじゃないかと思います。一方で CPI 総合の方はですね、市場で予想されていたほど低下しなかった、わずかな低下にとどまったというところがあって、結果的にはこの下の方に見ていただいております FF レートこの塗りつぶされている部分というのが実績値になるわけですけれども、現状 2.5% ですね、これが 3.25% まで上昇するのはもうほぼ確定だろうと。でその次11月2日の FOMC で、今ここで私前提、先日米系大手投資銀行さんが50ベースという声を出したことで、こうしておりますが、これが75かもしれないっていう見方がまた再燃してくるんじゃないかと思います。でこれがいずれにしても年内最後の FOMC で 4% を超えるというところを今マーケットは先行して織り込みに行く中で、10年債利回りも2年債利回りもここからもう一段上昇していく、そんな中でドル円の上昇というところが見えてきているというわけですね。でここでですね、皆さんちょっと見慣れないかもしれないのがこの PCE というものですけれども、 CPI ですね、日本でも使われる言葉なわけですが、この PCE が実際にはフェドの面々としてターゲットにしているのはこちらの物価指標になります。こちら発表されるのは毎月月末のところになるわけですけれども、これが最終的に 2% 付近まで安定的に落ちてきて、そこで安定推移するというところまでがフェドのターゲットになりますので、そういったところを踏まえますと、金利の上昇っていうところが物価が低下してくるまで続いていく、そんな中でドル円っていうのがまた下から押し上げられていっても何ら不思議ではないといったあたりがこのグラフのところで見えております。
といった具合でですね、本日の CPI を受けて、世界中の投資家、投機筋も注目していたわけですが、彼らが大きく反応するには十分な内容だったと、結果的にはドル買い一方向というところが見えたわけですが、さらに我々がどこに向かっているのかというところは、9月21日の FOMC で、さらには今月末に発表される PCE の方にもですね、睨みをつかせる、そういったところが11月に向けての展開というところまでを投資家それから投機筋ともに見ている状況になりますので、引き続き物価指標だけでなくフェドのコメントといったあたりにもこれから注目を続けていただきたく思います。